はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4。前回はファーハーバーを終えて次やっていこう。最悪な結果でファーハーバーのクエストは終えてしまったが、まあ、気を取り直して今回からまた、他に配信されている DLC の方のクエストをやっていこう。これはただのワークショップ追加関連アイテムだけで追加された、この、なんだろうね、首さら次第。かな、首さら次第で好きな人を好きなだけ閉じておけるわけだけど、自分で好きなボルトをカスタマイズできるっていう DLC、ボルトテックワークショップが追加されていて、それのクエストが発生してるんだっけな。どれだっけ、あ、これだ。まずこれが発生してるからこれを聞けばいいんだけど、その前に、現在の装備が今こんな感じになっております。一体この装備どこで手に入れたのかというと、ディーマの記憶を取り出すために、ニュークリアスのターミナルで、一番高難易度のパズルをやったときに、海兵隊の装備が落ちてるっていうのを忘れてて、クエストで確認して、ファーハーバー、島中を探し回って装備を手に入れました。で、こいつがめちゃくちゃ硬くて強い。今防御力160、耐性178、放射能も耐性も85、まあね、これまで100前後だったからおおよそ60、70ぐらい数値が全体的にアップした。まあ、欠点は重量があることぐらいかな。重量が結構ある。で、武器の方もちょっと最小限にとどめて、前回手に入れたショットガンだったり、まあ、あとは4570弾はファーハーバーの方じゃないと手に入んないんで、貴重だから取っておこう。こんな感じかな。じゃあそのボルトを作るために、そのボルトのクエストを受けないと、そのワークショップアイテムすらまだ解放されないので、まずはラジオを聞こう。ボルト88の緊急事態区分、詳細不明の整合性妨害。ボルトテックの職員は緊急時プロトコル VT76 に従い対応してください。信号は繰り返されます。ボルト88を調べる。オッケー。ボルト88ってどこだ？これだね。あとそうだ。BOS の人たちに、人造人間の住処、まあ、集まってるアカディアという場所があるよっていうのを伝えるサブクエストもあって、それ試しに BOS の人たちに伝えてみたら、それはちょっと殲滅に行かないとダメだな、ダメだな、みたいなこと言われちゃって。どれだっけな、これだ。攻撃の時が来たってなってて、これはアカディアまで破壊してしまうっていう、もうとんでもない行為ができちゃうわけだけど、まあそのうちやろう。じゃあボルト88ってどこだ。下、あ、ここ遠いね。クインシー跡地はめちゃくちゃ強い敵ばっかりだけど大丈夫かな。ジャマイカプレインから行こう。さて、南の方にやってきたが、結構天気がいいね。ここだね。何か問題が発生したって言ってたけど。プラズマ負荷のアサルトライフルの弾が全然なかったから、代わりにセルが溜まってるこのレーザーピストルを使っていきたいけど、あんまり相談数が12発しか1回のマガジンでリロードできない。向こうだね。多くのレーダーが失われた財宝を探しにここに行き着くんだ。財宝あるのか、ここ。このまま南下しよう。でも近いね。おっと、スナイパーライフル。この弾は結構貴重だよ。あれか、レイダー一人だけ。そんなことはないと思うんだけど、ここの下にボルトがあるのか。上にもいる。わあ、結構いるな。ステルスとなるとちょっと厳しいんだけど、ん？ベルチバートだ。やつはやれそうだな。止まってくんねえかな。止まれ。
止まれ。ああ下がってった。で汚染物質がたくさんあるな、ここちょっとスナイピングしちゃって。タレットがある。みんなベルチバードに気を取られてるね。あのタレット破壊しちゃおう。これなんでか一発消費しても5発分リロードモーションが発生するって。こいつもやれる。 OK。 ちょっとステルス値のパークを上げてるんだけど。おい、どんな計画だ？ニックちょっとね、こっちの方に行ってくれ。了解。どこにいる？あそこにいるな。オッケー。まだいるよな、あそこにいた。警戒してる。うん、見えてる見えてる。はい、あっちに何かいる。おっと待て、外してる。ところは安全だと。こっちに近づいてきてるな。どこ、あ、そこにいるか。リロード。ちょっと後ろの方に引こう。ニックバレた？あ、ニックが頑張ってくれてるかな。いた。 OK。 ん、奥の方にまだいる。いた。あそこに2人いるぞ。こちらの位置はまだちゃんと分かってない。接近戦で行こうか。ショットガンの出番だ。シェルは結構ある。うん、聞いてる。いた。 OK。 うわー、砕け散った。ね、威力を高めのショットガンだと敵が異常にノックバックするらしいんで。おっと、ニックレイダースカム。いた。うわ強い。まだいるよな。いた。この型の銃を使うのも結構久しぶり。これコンバットライフル銃と同じ形のショットガンだけど。ボルトはどこだ。で、あっちに敵がいる。ほらほら、いててててリロード。弾がカンストしてる。ちょっとここ放射能が強いぞ。ラットアウェイ。あとどこにいる。ここの下にあるのか。ボルト、ボルト88。わあ降りたくない。レイダーがいる。あっちにもいるのか。おっと、リロードして。うん、12発は少ないな。オッケー。でもベルチバードも来てくれてる。
さてこっから入れるな。おっとグレネード、めっちゃ投げてくる。あと一人だ。リロード。ゲイ。よし、これでボルトに入れるね。マネキン。あ、こっから下行けたのか。あ、ここか。こっから88か。やめろ。おう、やめろ。ボルトの扉は直に核攻撃されても耐えられるように作られてる。勝手に出入りしようなんて馬鹿げてる。今すぐ出て行かないと後悔することになる。何者であろうとやめなさい。こいつらは何も喋らない。無理やりこじ開けようとしてんのか。やっちゃいましょう。あなた頭、もう一人も頭やめて、胴体でこれで OK。 OK。 もう一人いる。オッケー。だくレイダーはトラッパーよりちょっと強いかもしんない。まだ無駄なことをする気。お話できる。ん、完了。ボタン押しちゃった。え、ピップボーイを持ってるの。持ってますよ。待って、ボルトテックの人なの。やっと助けに来てくれたのね。お願い、瓦礫の山で身動きできないの。私を助けるためにはワークショップを操作可能にする必要があるの。ワークショップ。まずはロックダウンを解除して原子炉室に行くのよ。地下での快適な暮らし。ん？あれ？どうも普通の人がいるような感じのボルトではない。長年ここに取り残され、望みをつなぐのは難しかった。もしまだ生きてるなら、そっちに何かある？時間を有効に使ったと伝えて、偉業を成し遂げる時が来たわ。ステルスボーイ。ボルト88の中に閉じ込められた人が助けを必要としている。あ、どっか奥で隠れてるんだ。なら助けてあげよう。接近戦はショットガンが抜群。ゲイ。セキュリティターミナル。解除。次に制御盤を見つける。ボルトテックワークショップを使うには制御盤を機能させないと。緊急時には原子炉室にしまうことになっている。そこを探して必ず見つけるのよ。オッケー。赤い。ん？主任。主任が気持ち悪い。あかん。ちょっと待って、肉受けて。主任が気持ち悪いことになってる。てか、もしかして、ニックに渡した爆発ピストルのダメージ、こっちにも来ちゃってる。これだ。レバーアクション。この銃声かっこいい。いや、主任が、肉の塊みたいになってる。制御盤。メタルアーマー。
ボルトテックワークショップを修理する。なんだこれ。これか。お、瓦礫を取り除く。はい、どんどんスクラップしちゃおう。これで自分の好きなボルトを作ることができるのか。瓦礫って、あ、こっちか。はい、ほい、はい。お、いた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 。あ、人がたくさんいる？いる？あれ？違う、人じゃない。OK。ん？あ、人じゃないのがまだいる。あ、これは V ダメージが結構強い。で、やっぱり肉の爆発ダメージ巻き添え食らってる。ちょっとこの辺もスクラップしちゃおう。広いね。ん？バースト。いや。待ってた人とは違った。こちらもですよ。スーツにピップボーイ。でもあなた、ボルトテックの人ではないわね。ここで何を？どうして助けに来たの？無線が来てたんで。ボルトテックの無線標識を聞いてきたんだ。侵入者たちがメインドアをこじ開けようとして発動したのね。今さら。本当に答えてくれる人がいるとは思わなかった。私はバレリー・バーストを、ここボルトで監督官になるはずだった。それより、とにかく一緒に来て、提案があるの。厳しい200年。私の自慢となるはずのボルトを案内していたの。そうしたら地震が起き、大勢が死んだ。放射能の中を、なぜか私は生き延びた。申し訳ない。建設作業員は私のようには行かなくて、ただ彼らから危害を加えられたことはないわ。もしかしたら楽にしてあげた方がいいのかも。フェラルグ、ああ、みんなグールになっちゃってるんだ。かわいそうな人たちをそろそろ楽にしてあげた方がいい。じゃあさっきの監督官もそうか。オッケー、みんなやっ、おお、光し物になってるけど腐敗しすぎてグールどころか。あ、硬いかも。待って、これは舐めてかかってはダメだ。ほら、クリティカル。えい。ニックの車線には入らないようにしよう。ダメージを食らっちゃう。ムールの足を狙う。おーし。こっちにもう一匹。ん？足が見えてる。当たってない。OK。グールになっちゃってる人たちはみんなやったけど、入り口まで穴を掘ろうとしてみた。あの制御盤で全て変えられるはずだった。でも瓦礫があまりにも多すぎてどうにもできなかったの。でも仕事が支えになった。どうぞ。この書類に囲まれているのが私のライフワークよ。あなたにも見せてあげる。ドクター・ブラウンから重要な仕事を任されたの。社会を作り変えることができる数々の試作品と、まあその実験を。でも見ての通り、計画通りにはいかなかった。あ、おっしゃった。随分辛い思いをしたようだな。ここで失意の日々を過ごしたわ。でも仕事が支えになった。ここは信頼できる職員と科学者ばかりの広々としたボルトになるはずだった。こんなことになったけれど、まだ可能性はある。一緒にやってくれない？パートナーとして
金を要求する。OK、やろう。金は要求しない。ああ、いいだろう。よし、素晴らしいわ。監督官のデスクが用意できるまでは始められないわ。実験を取り行うにはデスクのターミナル内にある情報が不可欠なの。ボルト88の未来はあなたに任せる。ボルト88の監督官のデスクを作る。あっちか。ここを再建してあげよう。ああ、これはただのワークショップか。あんまり今アイテムがないと思うんだけど、あ、でも作れるね。とりあえずこの辺に作るか。はい。ついに監督官のデスク。ついにって言っても今一瞬で完成したけど。ボルトテックターミナルよ。おお。なんだか信じられない。自分の監督官のデスクついに手に入れた。あ、そっち、あ、そう座るの。なあ、そのお願い、わがままを言わせて。ずっと待っていたから。でもぼんやりしてられない。仕事があるの。このボルトには特定の居住者が集まるはずだった。臨床試験を行うには完璧な被験者が必要よ。被験者。人を傷つけるつもりはない。人の命をもてあそぶつもりはない。大義を考えて。まあいいわ、あなたの実験だものね。リスクを負わない道を選べば研究の価値を損なうことになる。でも責任はあなたにある。賢い選択をしてボルトの無線標識を起動させて。地上の人々はこのボルトに住むためなら何でもするはず。噂が広まるまでの間、今のうちにボルト88を見て回るといいわ。瓦礫を取り除けば建物の別のセクターに行けるかもしれない。無事な材料や設備があれば実験に使えるかもしれない。なるほど、そっか。ここはセクターをどんどん自分で解放して好きに自分好みのボルトにできるんだ。無線標識を起動する。あ、それで人を呼び寄せるということは、どれのことだ。パワーは150もある、すでに。こっちか。これだね。ボルト88を調べる。もうちょっと探検してみるか、このボルト88を。わ、広いね。北東セクター、東セクター、北セクターってたくさんあるんだ。全部見て回れるかな。あー、これも取り除けるんだ。取り除けない。あれ、スーパーリアクターシールド、こっちならいける。あ、これはスクラップできる。おお、これもスクラップしちゃう。うん、あ、ワークショップエリア外に出たのか今これ。あ、制圧してどんどん領域を広げていかないといけないんだ。おっと、じゃあそういう感じなんだね、この辺は。よし、じゃあ今回この辺にしようかな。ボルトテックワークショップは、まあ、とにかくセクターを広げてボルトテック、自分の好きなボルトを作れるという DLC 内容で、このクエストを進めていけばどんどんセクターを広げて自分好みのまあボルトを作れるという感じなので、まあ、こんな感じで、あとは動画外で自分で進めておこう。じゃあ次回は予定では、最後の DLC ぬかワールドを予定しているので、息子をガン無視でどんどんその DLC の方のストーリーを進めていこう。いい加減そのぬかワールドの方も終わったら本編の方も
やっていこう。本編の方にも派閥がいくつかあるんで。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。